catch the music of now on 81.3 J-Wave Sonar Music。奥富直人がナビゲートしています J-Wave Sonar Music。 ここからはソナーズルーム、木曜日はサバイブセットザプロフェットの皆さんが担当です。それではサバプロの皆さんよろしくお願いします。ご機の皆さん、こんばんは。We are Survive Set the Prophet。ボーカルのよしです。ベースの雄大です。ドラムのショウです。ギターの達也です。ギターのライバンです。ここからの15分間は、Sonar's Room。木曜日は我々、Survive Set the Prophet が担当します。お願いします。お願いします。お願いします。この2週間目、もうみんな慣れてますか？まあでも君は慣れてるよね、いつも。そうなの？うん、よくやるじゃん、それ。ごめんよ。俺らだけ慣れてない。それこれ全員でさ、何回やればさ、こういうの慣れてくんだろう。俺らってさ、この今のセットリストをさ、最近だとさ、何回リハしてあれが準備できると思う。だから結局さ、ツアーとか始まってさ、最初の何回のライブってまだなんかちょっと あそこみたいな感じでさ、焦ってる感があるじゃん。何回練習っていうものをしたらそのものが慣れると思う。じゃあ多分さ、こういう時5人の時ってさ、基本的にヨシが中心に喋るでしょ。あーごめん、ね、だからいや別にそれはいいんだけどあの俺たちもその、助けがない状態でやるっていうこともやっていけば、まあ慣れてくる。確かにそうだ、ね、やらないとね。そうだね。そうそうそう。じゃあたくさん喋っていただきましょう。いいよ早いね早いね。先週はね、我々の曲をかけながらバンドの、はい、まあこれ自己紹介とも言えたのかな。まあザクッとね。ザクッとね。ザクッと。はい。あの今週と来週はけど、あのそれこそもっとディテールのね、入っていけたらなと。メンバーそれぞれ知ってもらおうということで、おいおい、メンバーからね、一人ずつ自分のね、ちょっとまあ特徴だったりとか、好きなこと、最近やってるとか、いろいろ喋っていきたいと思います。でもまず、私喋りすぎてるボーカルのヨシから自分の自己紹介がてらでちょっといろいろ話させてもらってもいいのかな。全然突っ込んでもらっていいんで、僕の音楽活動っていうものが16歳からしてる感じなんですけど、ボーカルをやりたいわけではなくて、あの曲を書いてあのパンクバンドをやりたかったっていうのが始まりだったんですよ。確かにギターを持ってよくやるもんね、はい、そう、俺がやりたかったんですけど、ギターも上手くなくて、でその周りに白人のギター上手いやつらばっかりたくさんいて、でちょっとかっこよくないな俺みたいな、後ろでベース弾いてようかなみたいな、ドラムもやりたくてみたいな、そういういろんなことを目立てなかったから、やっぱりみんなの人たちに比べると俺やっぱかっこよくなかったからっていう風になってって、レコーディングの方に進んで行って、まあサバプロが出てくるんでね。そのだいぶ飛んだんじゃないですか今そう、いやけどみんなそこら辺知ってるかなみたいな、まあ俺ら知ってる、俺らはね。だからそうかごめん、そうアメリカでレコーディング勉強して、で向こうでアーティスト活動うまくいかなくて、日本に帰ってきてサバプロかな、今に至るっていう、ね、パンクとかエモとかねガンガン聞いてきたんで、あの、はい、ブリンク182とか、はい、あのパンクでいうと、でエモだとユーズドとか入ってるんですけど、最近ね聞いてる音楽はもうなんか落ち着いてる音楽なのかなと思うんですけど、あれですかね、チャイルディッシュギャンビーノの新しいアルバムがすごい最高だなって。あ全然わかんない、まだ聞いてない。チャイルディッシュギャンビーノぜひとも聞いてほしいな。 This is America。 そう This is America。 そのフレーズだけ知ってるてかなんならよく流してたよね。そうね、俺ら結構流してた。そう多分もう右から左流して楽屋で踊ってた、結構かっこいい、うん、そうなんだ、うん、そうね。まあけど音楽以外で僕特に何も、最近クッキング以外やって、何作ってんの、何やってんの。僕得意料理で言うとあれなんですよ、あのカルボナーラ。カルボナーラと食べたことない。俺も食べたことない。なんかでも作ってた気がするな。タイカレーも結構攻めるちょっとあのコルモン作ってたよね。そうね、そうだね。あとね、最近極めたなと思うのがガカモレ。
わかもれ、それこの前食べた。わかもれって何？わかもれ、アボカドのディップ、ビスケットカルフォルニア、そうそうそう、作って食うやつ、そう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 、あれのバランスがすごい絶妙なんだよね。その結局入れる調味料ってほとんど全部同じなんだけど、そのライムのバランスと塩のバランスっていう、あの絶妙感、毎日戦う自分が好き。ああ、なるほどね。そうそうそう、あれ始まるとだって飲みすぎちゃうもん。そうね、飲みすぎちゃう。皆さん、あの、ぜひともわかもれのレシピをディグってみて、作ってみて、ね、作ってみてください。では僕ばっかりの話してるんで、ちょっと音楽流してもいいですか？どうぞ、はい、すいませんね。お送りしたい曲、私吉野、選曲でございますが、皆さん聞いてください。雨ざらしで、未来になれなかったあの夜に。お送りしたのは僕吉野、選曲雨ざらしで、未来になれなかったあの夜に。僕ね、最近ね、この曲を聴いてね、3日に1回泣いてる。これガチでめちゃめちゃ泣いてるな。めちゃくちゃ泣いてる。なんかね、聴くたんびにフォーカスするところが変わってくるんだけど、ぜひともミュージックビデオを一緒に重ねてみてほしいんだよね。皆さん聴いていただいてる皆さんにもぜひとも。っていうのは、最初僕日本語苦手でしょ、うん、この苦手の僕でも文字がすごい目に入って、ミュージックビデオの内容が見えなかったんだよね。で、2回目見た時にまた内容が見えて、それを重ねて見てて、毎回毎回見ていくと、そのなら彼が最後に言う「ざまあ見ろ」っていう一言でいつも涙が出るんだけど、うわ、このなんか気持ち、分かりやすく言うとさ、ミュージックビデオの内容は、その昔やってたバンドメンバーとその道を分かれて、どう活動を続けていくかみたいな、そのミュージックビデオ、すごい典型的なテンプレート、すごいジャパニーズドラマみたいな感じで、ありがちの、ね、ちょっとね、言い方は失礼だけど、ちょっと臭くわざと見せてんじゃないかなっていうぐらい作り上げられてて、それに感動しちゃう。なんか何なんだろう、家にさ、学校風邪で休んでテレビの前で寝てて、昼に流れてるドラマを見てる感じだったんだよね。けどそれがすごい新鮮で、いい意味の和残ってんじゃねえかなと思って、雨ざらしをもっと聴きたくなったんだよね。だからこの人たちの映像って全部素晴らしいんだけど、この歌詞の響き方が、そのみんな、まあ、前のバンドがいたわけじゃん、それに重ねるだけでもグワーって俺は来ちゃった。とりあえず珍しいよね、その日本語で女子が感情移入する感じになってくるの、ね、いや、まあ、素敵だった。ぜひとも皆さん、ごめんなさい、またベラベラ喋ってしまうよしなんですけれどもここからね、雄大さんに、はいはい、自分のお話ししていただきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあバトンタッチいただきまして、はい、私ベースボーカル雄大が、自己紹介をさせていただこうと思うんですけど、いつ頃から音楽活動というとこで、まあ大体近いところかな、皆さんと。私は18歳の時にね、こう親友がいたんですよ。自衛隊員の今親友がいて、自衛隊員、そう、その人がね、ドラマーだったんですね。でそのドラマーの家にベースがたまたまあって、文化祭でバンドをやろうと言われたのがきっかけで活動スタートして、ね、そっからね、ブルー、その時の曲なんだった、その時の曲がそれこそ爆風スランプとか、ブルーハーツとか、まあ日本のジャパニーズパンクって言われてる部類の、なんかこう、なんつうの、反骨精神みたいな、ザ日本人魂をぶつけていたんですよ、学校の中でも、はい、まあそんなこんなで今ですね、私もサワプロという最初だけすごい細かく言って、あとはみんなずっと飛ばすよね。なんかそういうディティールなのかなと思って、まあ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 。でまあ最初はね、サバプロ僕はやるつもりなくて、そうだね、逆に自分のバンドにヨシさんを引き抜いてやろうかなっていう思ってたぐらいなんですよ。その頃だってメンバーもこっちも、その5年の前だからね、うん、俺らが5年間やってるそのさらに前だから、うん、あの頃もだってギターとドラムとボーカルしかいなかった状態で、そう、ね、ベース、正式ベースを俺らが探してて、うん、でそのバンドのボーカルを引っこ抜こうとサポートベースを、そう、僕はボーカルがいなかったんですよ僕のバンドは。なるほどね。で逆にサバプロはベーシストがいなくて、そうそうそう、ちょうどよかったね、あのね、そう、だからお互いこうスパイ活動みたいなノリでこう引っ張り合ってたら、うん、僕がこう綱引きで負けてしまったっていう ね引っ張られちゃったね、で今に至る、はい、はい、なるほど、うん、でまあ音楽以外の趣味といったらね、まあ、うん、そうだな、最近で言ったら自分らのライブの動画を YouTube で見てます、うん、ライブしたすぎて趣味、なるほどね
それをね本当にね昔のお客さんとかが上げてくれてるやつとか、まあオフィシャルで上がってるやつもそうだけど見て、あみんな若いなってちょっと面白いな。あのシンガポールのやつが割と面白くて、あーあーでもおもろい、俺も見てた。そう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 、なんか映像だけすごい綺麗だけど音めっちゃポンポンなんだ。そうそうそう、やばかったね。そういうのとかをねいろいろ探してるんでね、こう僕は家でみんなの成長を少しずつ見届けてるような。なるほどね。毎日ですね。なるほどね、はい、いいですね。まあいいあのこもり方だと思います。はい。でそんなこんなでね、まあまあまあ一曲お届けさせていただきますわ。はい、はいはい、空飛ぶ魚でフラッシュ。お送りしたのは私、ベースボーカル雄大の選曲、空飛ぶ魚でフラッシュでした。皆さんびっくりしてますよね。いや本当に8ビットオフが、はい、いやなんか入り口がさすごいなんて言うんだろう、ちょっと下北系というか。翔さんは入り口って入りやすかったんじゃない、この曲で。いやいや逆にその歌が入って、おーそっちかって思った。本当、はい、あのねヨシとはねよく話したんだけど、ゲームのハイスコアガール、よく話してたじゃん、覚えてる、はい、ハイスコアガールのオープニングの曲なんです、これは。あ、そうなんだ。そうなんです。そのアニメが面白すぎて私の中で大ヒットしておりまして、はい、それが今8週目に入っております。私の中でやべえやべえ、はい、それのなの。それのオープニング。あ、じゃあアニソンなんだ。アニソンだよ。なん雄大が撮るんだよそういうの。そうです。だからもともと空飛ぶ魚さんは私知らなくて、アニメが面白すぎてこうオープニングを聞くうちにこれちょっとかっこいいんじゃないかって思ってたりね。だから私たちもねこういろんなアニメだったりとか使っていただいて、はい、まあ、そういう人たちにも僕らのオープニングの曲とかエンディングの曲を聴いていただいてね、はい、こういう風に広がっていったらとても嬉しいんじゃないかと。嬉しいですね。だからそういう感想とかをもらったら僕らもこうラジオで話しやすいのかなと思うので、はい、どしどしお便りお待ちしております。よろしくお願いします。ショーがお待ち、ショーのお便りお待ちしておりますので、はいはい。ということでソナーズルーム、そろそろ時間ですかね。はい、はい、我々サバイブセットプロフェット、今年の1月15日から、Inside Your Head という5枚目のアルバムをリリースさせていただいております。はい、ぜひともチェックしてやってください。よろしくお願いします。またこのコーナーでは我々にこんなテーマしてほしいとショーが待っております。俺がね、はい、皆さんからの、テーマの、アイデアだったりとか、ガンガンあのショーへの悪口だったりとか、他の人は待ってない、はい、だんだんあのお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ソーナーズルーム、来週月曜日はエールが担当します。この後はスタジオにバトンを返します。引き続き J-WAVE ソナルミュージックをお楽しみください。ここまではサバイブセットプロフェットのボーカルヨシと、ベースのユダイ、ドラムのショウと、ギターの達也、キッドのアイバンでした。ありがとうございました。 See you! バイバイ。ソナルズルーム。